わくいさん、匂わせツイート。本当かよ。これってマジ？わくいさんの匂わせツイート。おはようございます。今日は天気もいいし、ファン感謝デー日より、ドラゴンズのファン感がどんなものかわからないけど、時間があったらひょっこりスタンドの売店にいるかも、ということで、後で会いましょう。彼を連れて行くかも。素晴らしい匂わせツイート。何かの間違いで立浪さん連れてきてほしい。監督用からレジ店員にお下がりください。ガチで涌井を探しに行きます。楽天のファンフェスの時も、ひょっこり売店に現れて接客とかしてたよね。マジで楽しみだ。ひたすら注意して探すしかないやろ。店長涌井とバイトの梅津くんですね。こんなサプライズがあるとは、契約社員の立浪くんも一緒に見れることを期待します。監督用からお下がりすぎてて草。売店のレジ打ちもする素晴らしい監督。素晴らしい選手。ドラドラ情報局は、中日の現地情報、有益な情報を発信中です。高評価、チャンネル登録もお願いします。